ジョーダン村川のレアモン投資チャンネルということで、本日も村川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回に引き続き、はい、岩崎さんです。岩崎さん、はい、会えております。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど、はい、アートフェア東京行ってきました。行ってきました。めちゃめちゃ感動した。岩崎さん、アテンドありがとうございました。いや、もう本当に岩崎さんのね、アテンドありきであんなとこ行けるってもうめちゃめちゃ幸せでしたね。そうそうね、いろんな説明を素敵でした。聞いて、本当この作家さんはこういうコンセプトでみたいなんでね、はい、本当になんか感性が高まって人間レベルがワンランクツーランク上がった気で今ここにおりますけれども、ね、僕も人間レベル上がったね。あのどんどんね、ドラゴンボールスーパーだったらね、人間レベル低かったら全王様に消されますからね。何言ってるか分かんない。人間レベルね、低い星は消される。そこ伸ばしてそこ広げていきます。低い星じゃないわ、低いね、宇宙はダメなんですよね。そうですね、ダメっていうか、はい、ということで、はい、今日はアートフェア東京、はい、行ってきたので、ちょっとどういうものだったかっていうのを、はい、振り返りながら、ちょっと画像を見ながらですね、はい、ピックアップを4点、5点ぐらい、紹介したいな、はい、と思ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。岩崎さん、1点目なんですけど、はい、まあ、この画像から、こちらの画像、はい、ウルトラマン、はい、ウルトラマン、あ、これなんですかね。え、これびっくりしますよね、初めて見られた方、ね、よくわからないですよね。で、みんなウルトラマン、ウルトラマンって、これウルトラマンとウルトラセブンの2つだと思うんですけど、はい、うんうん、ありました。ねえ、で、それみんな万歳してるんですよ、うん、万歳してで、中央もいて、まあ、並んで万歳してると、うん、で、よく見るとこう鏡があって、うん、で、鏡越しにずあの鏡があるために丸く見えると思うんですよ。丸になってる、うん、でこれって実は日本の国旗を示しているそういうことか。でまあ、そうなんです。あ、だから赤なんだ。そうなんです、赤で、でかつ、日本っぽい象徴を出してるんで、みんな中央向いて万歳して、うん、はぁあ、そういうことか。なるほど、もう、うん、昔の日本国の、うん、まあ、武士道ではないですけれども、なんかそういう時の感じなんですかね。だからもうフォーマンなんて適当で、あれ見たし、これを対策ならドラゴンボールの孫悟空のフィギュアでカメハメハでやろうかな、俺も言ってましたね。いや、言ってましたけど、言ってました。適当とか言わなくていいじゃないですか、僕だと思うやるんですよ。はい、そうなんですね。それだから日の丸だったんですね、あれ。そうなんです、赤なんだ。作家さんは、はい、柳ゆきのりさんっていう方で、はい、私の好きな作家さんのお一人なんですけれども、まあ、こう社会に対して強いメッセージとかを出される方なんです。いや、もうまさに、ね、すごいですよね。そう、これが要はその日本国の人たちを、うん、まあ、みんな一斉に万歳してて、うん、まあ、揃ってるよみたいな、そういうことですよね、うん、で、そうですね、はい、それをなんかウルトラマンで表現してるって、どういうことなんですか、ね、もっと深く。ウルトラマン、赤だからじゃないですか。赤だから、日本の国旗だって日の丸赤じゃん。そうですけど、じゃあ赤だったら何でもよかったんですかね。そういうわけではないですよね。そう、でしかもウルトラマンとかって日本の象徴するフィギュアだったりもしますよね、はいはいはい、まあ、いろんな思いがあるんでしょうね。なんか聞いたら普通に買ってきたって言ってましたよ。そうなんですか、ね、あれは、あ、いったよね、うん、でもこんだけ揃えるのも結構大変ですよね、うん、確かに、そうですね、確かに。もうどっちかというとそのもの自体っていうか、その発想力であったりマインド、そこに価値があるっていうところですよね、うんうん、ちなみにあの作品って値段とかあるんですか。あ、あります、あります。ちょっとチェックしてなかったですけど、 そうなんですね、ありますし、あとあの作品と同じものが、瀬戸内海にある直島、あそこでも展示されてるんです、ホテルの中に。そうなんですか、はい、同じものがってことは、じゃあこの数のウルトラマンがまた買われて、そこにも並べられてて。そうでも思ったのが、鏡あるじゃないですか、この鏡って壁ありきだから、壁も必要になってきますね。そうですよね、そうですよね、だからどこまでが作品なんだろうみたいな。あー、鏡、家の中で例えばこれを購入させていただいてやるとしたら、その家の中に壁に
鏡を設置するわけですよね。そうですね、うん、あのやるときにはもう角多分角になる自由だと思うんです。どこに飾るのは自由だと思うんですけど、はい、その家の角とかに、ね、はい、鏡をセッティングされて、うん、であのきっとそういうとき説明書がついているんですね。いろんなこうインストレーションみたいな作品っていうのは、はい、作家さんがこの通りに転調してくださいっていう、あ、そういうことなんですね。へぇ、なのでプラモデルきっと私の推測ではこう何センチずつ開けてとか、なんかこういうふうな説明書きがあって、でその通りに配列していくっていうものがあるんではないかなと、うんうん、あ、僕あれかと思ってました。もう、はい、あの接着剤で接着剤で運搬大変ですよね。そういうことなんですね。なるほど、面白いですね、うん、はい、続きまして続いても国旗ですよね。そうですね、だからこちらは、はい、そう、同じ柳さんの作品で同じ空間に展示されてたんですけれども、うん、はい、このこれは日本の国旗なんです。これも日本の国旗、日本の国旗で、はい、日本の国旗でしょ、明らかに明らかに、確かに、はい、でもなんかね、ただもうひび割れてるからね、うん、どういうことなんだろうと思って。そうなんですよ。で、これこの日本の国旗以外にも、うん、あのいろんなグローバルな国旗を作られてたりするんです。作品としては、まあ、いろんな国の国旗を作られているですけれども、うん、まあ、その中で今回はちょっと日本の国旗だったんですが、はい、それ、うん、なんかこうひび割れてるのって不思議に思うじゃないですか、はい、なんでだろうって、うん、あれって実は作る時アリさんもその中に入れてですね、わざわざ、そうなんですよ、はい、これ実はね、あの画像では分かりづらいかもしれないですけど、うん、砂なんですよね。そうなんです、はい、砂、砂なんですか。砂なんですよ。知らなかった。知らなかった。いや、だからアリが掘ってきて、ああ、掘っていけるように、それアリが掘ったんですね。アリが掘ったんですよ、これ。そう、実は餌巻いて。そうなんです、餌をちょっと甘いやつ抜いて、あのその後ろの方にちょっと餌を隠されてるみたいなんですけど、甘いやつ、そう、で、でもうそれをめがけてヤリさんがこう、はい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 、道を勝手に作っていくみたいな形で、はい、もう自然とできた穴というか、こう自分で作った穴ではなくて、はいはい、アリが作っていって、はい、だからまさに唯一無二の作品ですよね。そうです、そうです。よくそんなこと考えてくる、うん、本当にそうですよね。すごいよね。すごい。これはどういう意味を、ね、どういうことを伝えたくて、うん、これも、やっぱり日本って、うん、みんな、まあ、勝手な固定概念で国とかってもうずっとあるものだよねとかって思ってると思うんですよ、うんうん、日本だけじゃなくていろんな国とか、うん、まあ、この国はこれだ、で日本は日本だって思ってると思うんですけど、うん、でも100年後、200年後、300年後、分かんないじゃないですか、うん、実はそう、日本って、ね、もしかしてどこかとくっついてるかもしれないし、とか、いろんなこと考えられるわけですね、はい、でやっぱりこう永遠ってないっていうようなことであったり、普遍性っていうところ、映画でもね、日本沈没とかってありますけれども、うん、そういうのをちょっとリアルに想像してしまいますよね、うん、なんでありなんなんでありなんでありかはちょっとごめんなさいそこまではあれ、もしかしたらありを我々日本人がアリだっていう風にどこかで表現もしかしたらあるかもしれないし、それわかんないですよ。それはもう僕たちのね、見た側の撮り方なんですけれども、その可能性だってあるかもしれないですよ。自分たちで崩していってるみたいな。そう、そう。あ、それはあるかもしれない。深いですね。深い。だからなんか、面白いですね。そういうこう見方だったり。はい。想像っていうのも面白いですよね。そうなんですよ、うん、そこがもう、うん、普段考えてる固定概念みたいなのがちょっと揺さぶられちゃったりするっていうのが非常に面白くて、うん、いいですね、うん、はい、はい、でこの2つの作品が柳さんという方が、はい、続きまして、はい、こちらの画像を、はい、なんか金のね、屏風みたいなところに蝶々がね描かれてるんですけど、はい、こちらは、そう、あのこちら小松隆秀さんの作品で、はい、日本の伝統的なこう日本画っぽい作品にも見えるんですけれども、うん、ちょっと現代的な要素も入っているというようなところもありまして、うん、こうリンパ、日本の伝統的なリンパというもの の、 あの要素を含めながらも、うん、小松隆秀さんは、まあ、幼少から生き物とか昆虫とか、うん、そういうものが大好きだったで、それをこう、うん、自分の好きなものをこうアートとして表現している、メッセージを出していっているっていう作家さんなんですけれども、うんうん、で今
今出てる画像の蝶々っていうのは、はい、外来種と在来種の蝶々なんです、うん、あ、そう、言い混じってる、あ、言い混じってるんですね、外来種の蝶々、で、それって今の現状と一緒だよね、日本もそうなんですけど、なるほど、で、外国の方もいらっしゃるみたいな、うん、こういろんな方々がダイバーシティで多様性で入ってきているっていうようなあのところを表せて、ね、表されてる、そういうことだ、へー、なんかメッセージ性めちゃめちゃそうですね、日本の、うん、そのね、和のアートだったら、うん、そんなことないですもんね、外来種絶対出てこない、確かに、さっきのウルトラマンのまさにもそういうことだ日本人ばっかりですけれども、すごい、そうなんです、面白い、うん、だから前回の動画で言われたように、うん、なんかね、この時代現状のメッセージが作品に、うんうんうん、こう投影されてるというのはまさにこういうことですね。そうなんですよ。いや面白、はい、プラスするとこの下の方に白蛇があるんですけれども、本当だ、そうなんです、で白蛇はこう象徴度としてはこう神聖なものであったりとか、うんうん、まあ、そうですね、っていうことなんですけれども、そうですよね、ただこう世の中の矛盾とかも小松さんはちょっと表現したいというところで、うん、その白蛇は実はいい、うん、いいものとして見られているんだけど、その外来種、在来種の蝶を狙っているっていう、そういうことか、あったりとかするっていうことを表現してたりする、すごい、ちなみに、うん、あの作品でどれぐらいの値段なんですかね、うん、あの小松さんの作品は150万円ぐらいだったかなと思います、なんか、うん、ね、全然手が届くような、ね、そうですよね、価格帯で本当に購入できる価格で、うん、もうちょっと小さい作品だと数十万円とかでもありますので、うん、全然、はい、うん、いいですね、ちょっと俺にはまだ届かない全然届くじゃないですか、届かないです、はい、うん、じゃ続きまして、はい、こちらこちらですね、これはちょっと絵というよりも、なんか造形物、そうですね、はい、はい、これこちらの作品、立花のりたかさんという、はい、アーティストさんが作られているヒールレスシューズというシューズが、ヒールレスシューズ、はい、レスヒールがないんですけど、ヒールがない、はい、そういうことか、おいらぎの高下駄をモチーフにされていて、あ、そういう、はい、それを今風にちょっとアレンジをされて、おいらんって高下駄なんですか、はい、高下駄だったかな、高下駄を履いてますね、へぇ、はい、そうなんですね、ドラマが出てきますもんね、うんうんうん、そうか、ジンとか、はい、あ、そう、うん、へぇ、立花さん自身はそういった日本の伝統的なものを、うん、を世界にも発信していきたいという思いが非常に強い方で、そういった古き良きもの、伝統のものを、現代を今、はい、組み込むことによって再評価していくという、へー、すごいな、そう、世界に立てて知ってもらうというような活動、作品を作られているんですね、まさにヒールレスシューズはその一つでして、で、この作品実は立花さんが東京芸大の、はい、卒業制作で作られた作品、若いです、まず30代です、あ、そうなんですね、作家さんで、で、そのヒールレスシューズを、レディガンさんがちょっと目をつけてくださって、すごい、で、結構レディガンさん履いてたりするんですけど、そうだったんですね、はい、よくメディアとかでも見かけてたりしますし、実際に履けて歩けたりもします、これ履けるんですか、そうなんです、へ、実用的にも使えるんです、なんか、うん、履く口が硬そうなのに、うん、そう、それで入るんですね、でちゃんと履いて歩けるようにちゃんと自分をやられてます、はい、ちなみにこれもお値段、ね、ね、気になるところですね、めちゃくちゃ気になりますね、いろいろサイズによっても、うん、高さによっても、うん、価格は違ってくるんですけれども、ね、まあ、小さいものだと100万円以内から購入できます、はい、でもそれは履けないですね、履けないですね、ちっちゃいやつ履けるぐらいだったら、履けるやつであれば100〜150万円とかだったのかな、でから200万円ぐらいでだったと思います、なるほど、はい、絵とかであれば150って聞いて、あ、なんか買えるなって思うんですけど、ヒールを150って思うと、うん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 、ね、
高いなっていう感覚にはなりますけど、でもね、なんか不思議ですね。そうなんです、うん、でも靴ってたくさん量産されてますよね、うん、でもやっぱりそれ、うん、立花さんの作品はやっぱりアート作品なので、うんはい、アート作品として、うん、それでもう価値を見出しているというか、うんまあ、それ立花さん の, その考え方精神で、はい、がお好きで、うん、コレクションをされている方もまあ世界にいらっしゃるっていう、うん、もう靴というよりもアートってことですね。そうですね、うん、なるほど。履けるアート、履けるアート、すごいな。はい、はい、そして最後にこちら、はい、はい、こちらは松山さんですね。松山智和さんの作品です、はい。これあれですよね、うんうん、あのちょうど先日あのぬかがギャラリーさんっていう銀座、うんうん、にあるそこの展示してあったそうですよね。はい、はいはい、であのとても印象的な作品だと思うんですけれども、うんはい、こちら松山智和さんっていうのをご紹介させていただくと今、はい、あの40代の作家さんで、うんニューヨークを拠点に、はい、活躍をしていて、うん、でアトリエもニューヨークにあるというところで、うん、本当に稀な日本人の方なんですよね、はい。でやっぱりこう現代アートの本場というと、うんまあ、ヨーロッパかアメリカかっていう、うん、あそうなんですね。ヨーロッパかアメリカ、ね、アメリカになりますね。やっぱり日本だとなかなか難しいですね、うんうん、でやっぱりこうニューヨークとか行くともう本当にそれでこう日々戦っている人たちの中で、うんまあ、磨いていくというか切磋琢磨していくという環境がありまして、ね、で日本人の方々たくさんニューヨークにも行かれます作家さん、うんうん、でもやっぱりこう人種のことであったりとかいろいろ差別化のところであったりとか環境が全く違うっていうところで途中でギブアップされる感じで、そうですね、うん、なるほど、うんうん、それはあると思いますね、うん、でそういう中でも松山さんずっとこう戦っていらっしゃって、うん、今ではもう世界的なアーティストさんとして、うん、あの活躍をしているっていう、うん、でアトリエにも人をたくさん抱えられて、うん、もうスタジオ化としてやられているという、うん、成功している作家さんなんです、うん、すごく努力もされているし、うん、いろんなところを乗り越えられてきているという作家さんで、でパブリックアートを、まあ、近年すごく力を入れられて、パブリックアートってどういう意味ですか、うん、パブリックアートっていうのは、はい、もうまあ、その名前の通りなんですけども、うん、公共的な場所に、まあ、作品も大きな作品を置いていて、うん、みんなが自由に見れるよっていうようなところに置かれている、うん、この間のバンクシーの壁のやつみたいな感じ、うん、あそうですね、そんな感じ、パブリックアート、はいはい、で昨年、まあ松山さんは新宿の東口と南口の間 の, あのロータリーみたいなところにあるんですけれども、うん、あそこに8メートル級のパブリックアートを置かれました、8メートル、うん、すごく印象的な、よく分かります、絶対その場に行けば見えるんですけれども、うん、ミラーで作られた、うん、あの大きな作品ですけれども、そういった象徴的な作品だったりとか、あとニューヨークではマーリン壁画っていう有名な壁画があるんですけれども、はい、そのキース・ヘリングさんであったりとか、はい、まあ、名だたる方々が登竜門として通ってきたあの壁画がありまして、ね、そこ勝手に描けないんですね、登竜門みたいなところで、はい、そこにも松山さん選ばれて、描かれているすごいすごいですね、うん、要チェックさん、ちなみに、はい、松山さん作品ってどれぐらいなんですか、これも、いやもう松山さんの作品普通はなかなか購入できないかと思います、うん、購入できないですね、はいはい、欲しくても、はい、皆様きっとあれだと思います。いや僕らでも今日行って、うん、はい、今日初日だったんですけど、はい、なんかほとんど完売してましたよね。そう、うん、ね、そうすごいですよ ね, すごいですね、やっぱり、うん、あの作品の説明プレートに赤いシール貼ってたら、うん、まあ、販売御礼だよっていう風な印なんですけど、もう全部に赤いシールバーって貼られてて、うん、すごかったですね、うん、まあ、それでも、うん、その購入されてる規模は世界からしたら、まあ、うん、ね、5% ぐらいだっていうことですから、うん、全然すごいことですよね、それって、うん、世界的なアートフェアと比べるとやっぱり
こう広さもまだまだ足りなんですよ。日本あのグローバルなアートフェアになるともっと広くて1日では回れないっていうだったりもするので、だいぶ広く感じましたけどちなみにあの 何作品というか何人ぐらいの作家さんが今日展示されてたご存知ですか？いやもう全然わからないですね。もうそれぐらいまあでもねありましたけど、印象としては多いなという印象だけれども、グローバルと比べれば100ブースぐらいで、それぐらいありましたよね。 ありますね、100ブースぐらい出てますね。まあこういう世界に通用しそうなやっぱりアーティストさんがたくさんいるという、はい、まあそうですね、そういうところもありますし、はい、また良さというとアートフェアってまあアートの展示会、うん、アートの販売会みたいなところなんですけれども、うん、良さの一つとしては普通ギャラリーを回ろうと思うと一軒一軒いろんなところこう行かなきゃいけないですね、うん、場所が外れていて、うん、で今回こう関西のギャラリーさんとか、うん、いろんなところからギャラリーさんが来ていたと思うんですけれども、うん、はい、それが一つの会場で、うん、一気に見えるっていうのはすごくメリットなんですよ。一度にいろんな作品が見えて、いろんな作家さんの作品が見れてっていう比較もできますし、そういったメリットがありますので、ちょっと初めての方でギャラリー行きにくいなっていう方でも気軽に入れたりする。あれだけ見たらやっぱ、ね、いろんなものありますもんね。そうですね、古美術とかもありましたね。初めての経験で何もわからないっていう方にもちょっと楽しみっていう、うん、体験としてもすごくおすすめなところだなと思ってます、うん、めちゃめちゃ良かった、良かったですね、うん、はい、なんか岩崎さんのご丁寧な説明をまた改めて、うん、そうですね、はい、こうやって聞けまして、うん、すごくわかりやすくて、わかりやすい、またさらにアートに興味を持つことができました。ぜひですね、はい、岩崎さんがピックアップした作品をですね、はい、あの我々のギャラリーサイトで、はい、販売する可能性もあるんで、はい、大いにありますね。はい、あの要チェックをしていただいてですね、はい、お願いしますというところで完了で、はい、ということで、はい、やっぱり視聴者の皆さんもね、伝わってると思います、ね、作品持ってもらいたいですもんね、うん、そうですね、はい、岩崎さんありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、本日もありがとうございます。このところで皆さん最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございます。